上坂聖方法暦9年4月5日は、江戸幕府の寄木、旗本。通称は安左衛門。当初は、南町奉行所の寄木を務めていた。教法17年6月12日に大官となり、200票を給される。原文元年、本書中の里に、廃領屋敷が与えられることが、老中の松平新宿より、大岡忠助を通して伝えられる。 延長三年三月十四日に、環状組頭に昇進。同四年正月十九日に、御三教の一つ、田安すの軍部業に転じるが、後に職を辞し、昇不信入りする。法暦九年四月五日、没す。ス。教年十四。法名は、両母で、牛島の幸福寺に葬られる。長部業所により木として勤めていた時期、武業の大岡忠助に命ぜられて、 強法度法律類宿り機や専用類集の編纂を行っている。強法度法律類宿り機は、仕置きの形状を分類整理、要約したものを側に置くことを望んだ。徳川吉宗の要請で作成されることになったもので、大岡が分類したものを表情書一座が表記し、吉宗に提出するという運びになった。しかし、忠助が多忙だったため、正方と、 加藤へ直の二人が分類作業をすることになり、大岡家用人の小林勘臓と共に、六悟る演技を参考にして、塩切れの要約と類別を行うよう命じられた。六悟る演技の様式がよくわからなかったため、加藤が六悟る演技を俗語体に直した上で作業に取り掛かることとなったが、聖方は六悟る演技についての知識がなかったので実際は、 加藤一人が作成した後、上坂と加藤二人の名前で提出した。表情書一座は文末に爆撃酒狂い、引き付金の仕置きに関する内容を補足したのみで特に、訂正はせず、共放9年6月15日に、同書は吉宗に提出され、その意になったため、大岡、加藤、成形の三名に褒美が与えられた。翌10年に、成方は、 忠だけの命を受けて、専用類集の編纂に携わる。お仕置き関係の定め書き、書書付、記書、町奉行書関係書類、遺書書などから、重要なものを選び、同年9月に、全9冊を完成させた。これには、大岡が町奉行、表情書、地方御用係の職務遂行の際に作成した、法令や受け取った法令もまとめられており、増補作業は、 原文元年8月に、大岡が自社奉行に転任した後も町奉行所で続けられた。教法17年6月、大館に抜擢され、大岡の配下として、武蔵国内の27,040国余りと、武蔵野神殿の支配を命じられる。この時、聖方と同じく、大岡支配下の役人である美野正隆も、相模国佐古川流域33,560国、 あまりの支配を命じられているが、この二人は身分が低く、仕事のために必要な資金を準備できないとして、大岡は、老中の松平の里さに、金60両の拝借金を請願している。聖方は、同年に死去した、大岡支配役人の一人で大官の岩手新直の支配跡地を受け継ぎ、さらにその後はこれも、大岡支配役人である大官 小木原城州の支配地も合わせて、武蔵野神殿を一手に支配することとなる。この年より、聖方は、日体育成資金として開発料、施設費用、ご救い金などの資金投下や、公金貸し付け政策を開始する。教法19年正月に、小木原城州が、江戸城西丸の南度頭に転任した際、その支配地を含めた武蔵野神殿全域の9万4千国の、 支配を担当する。同年3月2日、武蔵国内の4万3000国余りと、数佐国ながら軍内の370国を支配地に加え、さらに北武蔵野と数佐国に先近、船長や、旗沢屋などの神殿上支配も申し渡される。教法20年、数佐国ながら軍船長屋の神殿の検知を勘定所、役人であるご勘定の長坂の利程と共に実施。 同年3月1日、県地に赴くためとして、松平の里さにより、聖方は、淵をご割わりましされている。原文元年、王岡忠助を、県地奉行として、武蔵野神殿の県地を実施。県地は、長坂の理定と共同で、成形配下の手台と長付各18名を補佐に、現地の農民を案内にして行われた。文年、日田城を襲った基金により、 一時期安定化した、日田経営は一気に悪化する。この協作について、吉宗から直々に質問を受けた聖方は、大岡と相談し、農民救済のためその夜のうちに、多摩郡押立村に出張することとなった。押立村の名主、川崎平衛門が、聖方と共に、日田農民の救援にあたり、その手腕を認められた平右衛門は、翌四年八月に、 上坂配下の南北武蔵野神殿世話役に任命される。さらに、翌5年には、平門は独自の裁量権を与えられ、政権の下から離れる。平門は、政権の抗金貸付政策を拡大、整備して、長期的な神殿育成資金とし、日田経営の安定化の助けとした。大岡日記によると、原文3年に大岡忠助配下であった、 上坂の大官所による栗の植林を3カ年に、渡って実施する件について、7月末日に御用、小川取次の可能久道より許可が出たため、大岡が8月10日に勝手がかり老中の松平、のり里に、出費の決済を求めたが、のり里は、聞いていないので書類は受け取れないと処理を一時、断っている。この対応は、例外的であり、当時は、小川御用取次が、 実務官僚の奉行などと直接調整を行って政策を決定していたため、この事例はのり里,里による吉宗大政下の老中啓氏の政治に対するささやかな抵抗と見られている。聖方は美野、正隆、田中木則と共に大岡支配下の三大官と呼ばれ、自社奉行となった後も関東地方御用係を兼任し続けた大岡の配下としてその職務を補佐した。 歴史学者の沼田よりすけは、上坂が残した後世に伝えるべき偉大な業績は、川崎平門を登用して、玉、入間、高来、秩父四軍の開墾事業を完成させたことだと、している。官方三年七月九日に、聖方は、支配地増地の上で、環状奉行、上尾春王の廃下へと、移動した。原文二年六月十四日に、 老中の松平のりさとは勝手がかり老中に任命されて幕府農財政の最高責任者となり、環状奉行の神尾とその配下の環状組頭、堀江薫局を中心として年貢増長政策を進める。堀江の配下に環状法出身者を中心に構成され、関東各地に配属された新五代官と呼ばれる八名の代官がいて、生方も新五代官の一人として、 松平の里との政策に協力した。の里の増長政策は、大名や旗本などの資料地は、県地によって国高に結ばれた年貢を取ることのできる土地のみでそれ以外の公害地は幕府のものであるという考えに基づき、これまで非課税だった公害地を天領、資料の区別なく課税するというものであった。この政策は、 それらの土地の農民や領主たちの抵抗で失敗に終わり、カズ国の旗本地行地の山林から材木を切り出した聖方も、領主である、服部八郎五郎ほぼの意義も押した手により、材木を返還させられている。聖方は、岡田省大部、都市なり、青木次郎九郎安岐よ、美野正隆と共に、よろしき五代官として、将軍、徳川吉宗にも高く評価されたが、 その一方で、松平の里との政策に従った、非義不尽な支配により百姓は敷いたげられ大いに困窮させられたとして、百姓たちが目安箱に直訴するに及んだが、政権の上司の上尾春夫やさらにその上の松平、の里によって握りつぶされてしまい、吉宗にまでこの訴状が届かなかったと言われている。教法十四年当時の南町奉行所は、所属するよりき、 同心たちは5つの組に分けられ、生型は4番組のより木の1人。各組、より木4から5名、同心年より4名、同心物書き2から3名、同心13から4名、計122名となっている。ABC、新帝完成住所所、第二府第2236ページ、全318坪のうち118坪は、手台の家屋などを置く、配慮地とされている。 はっとこのくじ方おさだめ書き編さの起点となった、町方の仕置きの概要を記した、法令集。百姓、町人の仕置きの対外をまとめたものであり、これに漏れたものは、都度書き加え、その他地方に関する仕置きは除外したと末尾に、記されている。教法元年から原文元年までの町ぶれや、表情書一座の表記などの諸法令を、立法過程をも含めて編纂した、法令集。 俗軍書類集完成会館、国立公文書館内閣文庫書像、南町奉行所の一番組のよりき民の公文門が発布した教訓の解説書、専用類集第一の奥書きより、専用類集の記述では27,280国余り、ABC 専用類集、勘定書から渡された1,500両を、 年利1割で農民へ貸し付け、その利息を毎年新田農民へ支給した。この時に同行した政権の手代たちは、翌年の武蔵野神殿検知にも携わっている。この人事が決められた際、平衛門には存分に腕を振るうことを認める一方、正方を解任するには及ばない旨、吉宗からの指示が大岡に対して出されている。深い正しかい。 江戸幕府小川雇用取り次ぎの基礎的、研究1983年5月王をかけ、文書観公改編、王岡越前守忠助日記上巻16ページ。渡辺典彦、大官川崎平門の実績16ページ。支配地は、数佐、安房、下唄へと変更。王岡の要求により、6000国増加して、計10万国となる。 大岡越前守忠た助け日記中間98ページ三輪の原など国高がついていない土地 ABC 松平左近正言風雪集大岡越前守忠た助け日記ありがとうございます